どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、美容師が絶対に言わない白髪の原因ベスト2を発表していきたいと思います。なぜ白髪になるのかっていうと、髪の毛を作る毛母細胞っていうところにメラノサイトっていう髪の色をつけるところがあります。メラノサイトが色を作って髪の毛に色をつけてくれます。メラノサイトが色をねつけることをやめてしまったら色がつかない状態になるので、それが白髪になります。じゃあなぜこのメラノサイトが色を作らなくなるかなんですが、まず一つ目の原因が加齢です。二つ目が老化、三つ目がストレスです。他にもね、様々原因はあるんですけど、今日はこの老化に対して絞って説明していきたいと思います。老化の原因の一つでは、まず活性酸素という成分があります。活性酸素は肌を錆びさせて老化をさせます。僕も皆さんもそうなんですけど、このね、活性酸素を消去する抗酸化力というものは大体皆さんに備わってます。ビタミン E やビタミン C、カロテノイド類の抗酸化物を摂取することによって体のバランスを保っています。ただ最近では食生活の乱れだったりとか、大気汚染やストレスなどによって体が過剰に活性酸素をね、発生しやすくなっています。なので加齢によって抗酸化力が弱ってしまって活性酸素がね多く作られて体が老化してしまいます。はい、それではここからが本題です。美容師が絶対に言わない白髪の原因ベスト2を発表します。まず一つ目はヘアカラーになります。じゃあなんでヘアカラーが白髪の原因かというと、一剤に染料とアルカリを使います。二剤に過酸化水素を使います。この過酸化水素が時間が経ってくると活性酸素に変わっていくんです。なのでホームカラーやあと美容室のカラーでやるときに根元にこの過酸化水素を塗ってるんです。この過酸化水素はカラーが終わってねシャンプーで流したとしても残っていることが多いんです。根元に残った状態だとこの過酸化水素がいつか活性酸素に変わってきます。活性酸素に変わっていくことは頭皮をね錆びさせてしまって老化の原因を作ってしまいます。特にこの過酸化水素は毒性の強い活性酸素に変わるっていうふうに言われてます。なので頭皮に残ってしまうと髪の毛の色を作るねメラノサイトに刺激を与えてしまって傷んでしまってメラノサイトが色を作ることをやめてしまう、そんな可能性があります。そうなると白髪が増えてしまう可能性になるんです。さらにカラー剤はアルカリ性が多いです。頭皮は弱酸性の方が状態が良いっていう風に言われてるんですけれども、アルカリ性カラーをね乗せることによってアルカリに傾いてしまいます。そうなることによって頭皮が傷んでしまいます。傷んでしまうことによって髪の毛の色をつけるメラノサイトも傷んでしまう。そうなることによって白髪が増える可能性が増えてきます。ただアルカリ性が絶対にダメっていうわけではありません。ヘアカラーに関してはカラーが終わった後にシャンプーをするんですけど、シャンプーをね一回したからって言ってアルカリ性から弱酸性に戻るっていうことはなかなか難しいんです。カラーした後に頭皮や髪の毛にアルカリが残るっていうことを残留アルカリと言います。この残留アルカリはカラーし終わって毎日ね1回ずつ洗っていけば1週間で弱酸性に戻るっていうふうに言われてます。なのでカラーした1週間はアルカリが残っていますので頭皮を傷めてしまう可能性があります。頭皮をね傷めてしまうので髪の色を作るメラノサイトの機能も低下させてしまいます。なので白髪になると言われてます。じゃあ白髪染めしたらダメっていうわけでもないんです。その日に白髪を消したかったら白髪染めが一番早いんです。ただ白髪染めをしてまたすぐ白髪が生えてくる、
そういうのが嫌だなっていう方に関しては体質改善をすることをお勧めします。僕はどちらも正しい選択だと思いますので、白髪染めをするか体質改善をするか、どちらかを決めてください。次、2つ目の原因です。2つ目の原因はシャンプーになります。それはなぜっていうと、肌には肌バリアっていう機能があります。その肌バリアの機能は、洗浄力のね強いシャンプーを使って洗ってしまうと肌バリアの機能を低下させてしまいます。肌バリアの機能を低下させてしまうことによって、頭皮の乾燥や炎症が出てきてしまう可能性があります。そうなることによって、頭皮の中にあるメラノサイトの機能を低下させる、そうなることによって白髪が増える可能性が出てきます。特に皆さんの中でね、自覚症状がある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、頭皮が炎症したりとか、頭皮が痒かったりとか、パサパサしたフケが出るっていうことは、頭皮に刺激を与えてしまってるっていうことです。そういう方は界面活性剤が合ってないことが多いです。そういう場合は油シャンに変えたりとか、シャンプーを見直すのがいいと思います。シャンプーを選ぶ際は、高級アルコール系は避けるようにした方がいいです。高級アルコール系のねシャンプーっていうのは、代表的なもので言うとラウレス硫酸だったりとか、ラウリル硫酸だったりとか、モレフィン、あとスルフォ酸っていうのが高級アルコール系のシャンプーになります。高級アルコール系のシャンプーは市販に売ってることが多いです。洗浄力が高くて泡立ちのいいシャンプーになります。特に注意してほしいのが、頭皮の乾燥を防ぐだったりとか、頭皮の刺激を防ぐって書いてたりとかっていうことが多いんですけど、こういったねシャンプーには高級アルコール系の成分を使っていることが多いです。なので、そのキャッチフレーズには絶対信じてはいけません。キャッチフレーズを信じるのではなくて、成分をしっかりと見て見極めることが大切です。なので、今回お話しした高級アルコール系のね成分を覚えてもらって、それが入ってないものを選ぶようにしてシャンプーを買ってみてください。ちなみに石鹸シャンプーも洗浄力が強いっていうふうにも言われてます。じゃあどういうシャンプーを使えばいいかなんですが、アミノ酸系シャンプーを使うようにしてください。成分はグルタミンだったりとか、アラニン、グリシンやサルコシン、アスパラギン酸という成分が入っているものを選ぶようにしてください。ただ最近だとアミノ酸系シャンプーと高級アルコール系シャンプーの間のシャンプーもあります。2つのね成分が混ざり合ってる場合が結構あるので、頭皮の乾燥が気になる方はこの間のシャンプーも避けるようにしてください。基本アミノ酸系シャンプーを使うのが一番いいかと思います。あと外出しない場合なんですけど、その時は基本的には油シャンでいいと思います。 2,3 分ねシャワーでしっかり流すと8割の汚れが落ちるっていう風にも言われてます。なのでお湯で流す日もあってもいいと思います。お湯で流す場合なんですけど、毛先のね乾燥によってはトリートメントつけたりとかね、つけなかったりとか、それはご自身で判断してみてください。髪のね乾燥が気になる方は、毛先にねトリートメントつけて、5分から10分ぐらい置く。そうすることによってね、毛先の乾燥も多少防げます。ただトリートメントに関してはね、根元につけるものではないので注意してください。以上、美容師が絶対言わない白髪の原因ベスト2を紹介しました。美容師としてはヘアカラーをしてはいけないだったりとか、シャンプーをしてはいけないって、こういったことを言うことってすごくリスクがあることなんですけど、実はこれが真実です。ヘアカラーをすることによってね、活性酸素が発生してしまいますし、老化の原因にもなります。シャンプーの選び方によってはね、頭皮を傷めてしまう可能性もあります。ただね、白髪をその日に消したいっていう方は白髪染めでもいいと思いますし、しっかりとね泡立てて洗いたいっていう方は高級アルコール系のシャンプーでもいいと思います。なので、今日お話しした内容を理解していただいて、選択をしていただければいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
ということでね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もね、皆さんのためになるようなことだったりとかね、綺麗で可愛くなれるような動画を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録と、あとコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。